リストフェレンツ国際空港は、ハンガリーの首都ブダペストにある空港である。ブダペスト空港と表記されることが多い。市の東南東16キロメートルに位置する。格安航空会社のウィズエアなどが、ハブ空港にしている。2011年3月、リストフェレンツ生誕200周年を記念して、フェリーヘジ国際空港からリストフェレンツ国際空港に名称が変更された。 2015年現在、日本との定期便はないが、成田空港発着の国際チャーター便が、アエロスビーとウクライナ航空運航によりかき、繁盛期に設定されることがある。かつてマレブハンガリー航空により、名古屋空港、小牧空港や高松空港などに観光チャーター便が運航された実績がある。2017年7月、ロット、ポーランド航空が、 拠点空港とすることを公表し、ニューヨークなどの長距離路線を運行している。ターミナル1外観2005年に格安、航空会社向けのターミナルビルとして、リニューアルオープンしたが、受け入れ能力超過のため2012年5月30日に閉鎖した。ターミナル1を利用していた、航空会社は、現在は、ターミナル2バイトに移動している。 ターミナル 2A 外観ターミナル2中央のスカイコートを1985年11月1日に現在のターミナル 2A がターミナル2として共用を開始。1998年12月、これに増設する形でターミナル2バイトが建設された。両翼の中間にはスカイコートと呼ばれる建物があり、ショッピングモールとなっている。チェックインエリアは、 スター・アライアンスとスカイチームはターミナル2 a ワンワールドはターミナル2バイトに割り当てられているほか、前日の経緯で格安航空会社の大半もターミナル2バイトを利用している。出発ゲートは、宣言国はターミナル2 a 非宣言国はターミナル2バイトとなっている。鉄道で行く場合は、ターミナル1駅で下車して、バスに乗り換える必要がある。ありがとうございます。